あの、まあ、あ単純な話でいくと、あの、学校の勉強がうまくいってた人は、いい会社に入って、いい給料をもらえるっていうのが、割と、あの、平成の途中までぐらいに、ね、あったと思うんですけど、あの、今、いい学校出たとしても、いい会社に入れる割合って、あんまり高くないんですよね。要はその いい大学に出て能力の高い人はもちろんいい会社入れるんですけど、あの、そこそこの大学に行ってても能力値低い人っていい会社入れないんですよね。 でその,あの結構絞り気味っていうのもあっていい会社はなのであの競争率めっちゃ高いっていうのがあってなのでその一生懸命いい学力のかところにいたとしてもの能力値が高い人は別にいい学歴行ということでいい会社行けるんですよ。ただあの先生の言われた通りいやそり言われたことはきちんとやりますでそ,のなんかそれなりに真面目にこなしますっていうだけだとそんなやつ無尽蔵にいるんですよ。 で、さらに、そういう無尽蔵な要は、言われたことを真面目にこなす能力というのは、あの、コンピューターには残念ながら人間は叶なわないんですよね。なので、その僕、経理の仕事とかを結構進めてるんですけど、多分30年ぐらいすると、経理の仕事なくなると思うんですよね。全部機械ができるから。で、今、あの、その、経理の作業とかも、あの、紙で保存しろって法律があったんですけど、あの、レシートとかね。で、逆に今、そのデジタル保存しろって法律に変わったんですよ。 で、その今もう、あの、現金で会社同士の取引で受け取ることってほぼないんですよね。まあ昔はその支払いとかを領収書を渡して、なんかあの、現金で払うみたいなのがあったんですけども、すべて銀行振り込みじゃないですか、今の時代ってほとんどの会社って。なので、その銀行振り込みの口座の動きと会計ソフトつないで、で、その請求書とかの処理っていうのも、割とそのあのオンラインの会計ソフトでできるようになっちゃうと、その、 経理的なその知識とかがない人でもソフトウェアある程度使えるよねってなるとそこそこできちゃうよねっていう時代になってくるとそういう人ってどんどん減っちゃうんですよ。 で、もう、経理の人って、その、真面目で言われたことをきちんとする能力っていうところで評価されたりするので、で、まあ、その後に、じゃあ、その会社の、そのなんか、あの、CFO 的な、その会計とか、じゃあ、どういう戦略にすれびくかっていう、その会社として、これは資産としてうまくやることによって、その、表向きのそのバランスシーター良くなりますよとか、で、逆にこれはもう、あの、バンバン使っちゃって、その、研究投資っていう形で経費で落とすようにしましょうとかっていうのが、その会計の知識があって、経営者に対してアドバイスができるというレベル ななるとまた別なんですけど逆にそっち側のレベルになるとあのそのそ真面目に先生に言われたことをやってますっていう人より脱税得意なやつの方がうまいっていう話になってきちゃうんですよ。要はそのえっ、ー、とねあのすごくそのなんかちょっとあの言葉を選ばずに言うとあの経営者が望む税理士というのは合法な脱税を教えてくれる税理士です。要はあの 税金をなるべく少なくして合法な形で確定申告を終わらせたいというのが経営者の目論見みなんですよ。ただ違法な節税をしてしまうとそれは脱税ですというのでアウトになるんですけど、で、その世の中の人が多くが知っている節税の仕方は別にそれを税理士に聞かなくてもわかるよと。 でお前に聞かなくたって知ってるよ。なので、他の人が気づいてないけれども、合法的な節増えを思いつく税理士。いや、それは、あの、まあ、知ってる人が少ないでもいいんですけど、っていうのを知ってる人の方が経営者はありがたいんですよ。なので、それは、その、まあ、先生だったり、法,いや法律でその税金というのは払うってなってるし、その、抜け道を探そうっていうのにならないんですよ。 普通のね、真面目な人は。でも、あれ、この法律だと、こっちで払ってもいいけど、払った後のこっちのチェックってないよね。じゃあ、これを払った形にして、ここ見えない形でお金を受け取ったら、節税できるんじゃねみたいなのを思いついて、実際にそれをちゃんと絵描いてみて、あ、税理士の資格のもとにこれは合法ですって言えちゃうってやつの方が、評価高くなるんですよ。で弁護士もそれです。 そのあの過去にこういうのがありましたよねとかっていうのでアドバイスするだけだったらそれはもう誰でもできるようになるんですよね多分あの時間の問題で裁判官の処理のほとんどもあの AI 化しちゃうと思うんですよ要はその裁判の判決を AI が出すわけではないんですけど過去の判決全てをデータベースに入れてであのこういう事件ですっていうのを入れたらあのこういう判決ありますっていうのでじゃあもうこれをベースにしてもうあの判決文書いちゃおうみたいなのが多分なると思うんですよね であの保険会社とかがこういう事件の場合はいくらになりますとかっていうのもシステム持ってるんですけど、要はこういうその事故です。で、こちらが何キロ出してました。横断歩道はこれですとかっていう条件に入れると、もうこれっていくらだよねって判決が自動的に出てくるみたいな仕組みって各保険会社持ってるんですよ。で、もちろん裁判所も持ってて。なので、あの保険会社の裁判とかで判断がブレることってあんまりないんですよね。っていう感じで、こういうのに関してはもうこういう結論になるよねっていうのって人間がやる必要なくなっちゃうんですよね。 で、確か対象生命かなんかが、その保険のあの計算自体、アクチュアリーの確かあのリストラやってるんですよね。要はもうそこら辺全部機械でできるじゃん。あの確か IBM のワトソン使ったと思うんですけど、なので機械でできるじゃんっていうので、もう機械に任せた方が安いじゃんっていう、ね、要はその、あの、そういう計算ができる人ってそれなりにあの、給料高いので。 っていう感じで、その真面目できちんと計算ができる人っていうのは、残念ながらどんどん仕事が減ってっちゃって、その他の人が気づかないような裏だったりっていうのを狙っていくっていうタイプの方が、割と生き残っちゃったりするんですよね。学校不適合者という言い方の方がわかりやすいかもしれないですけど、あの、要はその、 遅刻をしますでなんで遅刻をするかっていうと、学校の先生に怒られるというより、自分はやりたいことがありますっていう、我が強いということなんですよね。まあ、病気で起きれないとか別にしてね。なので、その、あの、好奇心が強いとか、我が強いっていうのは、結果として、他の人が持ってない情報を手に入れたり、他の人がやってないことをやってる可能性が高いんですよ。例えば、じゃあ、その、えっ、ー、と、 ヤンキーとか暴走族が大量にいた時代は別にいいんですけど、今の時代、あの、殴り合いの経験をしてるヤンキーってすげえ少ないんですよ。なので、真面目に学校に通うより、殴り合いの方が俺楽しいんですよっていう人の方が、大人になってみると、お前なんでそんなことしてたのっていうので、逆に人として面白いやつという評価になってしまうんですよ。要はレアだから。 で、別にその、殴り合いが正しいとか、殴り合いが素敵だよねって話をしてるわけじゃないんですよ。レアでやるということが大事なんですよ。なので、あの、殴り合いしてる人ばっかりが集まってるところに行くと、もうみんなが殴り合いしてるから、別に何の価値もないんですけど、その、あの、まあ、もう、そういう人たちが少ない時代できちんと喋れるような人が出てくると、朝倉みくるさんみたいに YouTube で大成功になっちゃうんですよ。ではその、 喋りもできるんだけど、相手を怒らせて殴り合いになったとしても、俺絶対勝てるからっていう、自信を持って喋れる人っていうのが出てきちゃうと、あの喋りだけが得意ですっていう人は、でもこの人を怒らせたら怖いっていうのもあって、割と言えないことがあったりするんですよ。 でも別に相手を怒らせるの全然 OK ですっていうので、野面で行くみたいなタイプになると、他の人だったら責められないようなこともできたりするので、結果として面白いみたいになったりするんですよね。なのでそのレアさっていうのは、要はその学校に適合した人っていうのは、あの、レアであるとノーマルであるっていうことで価値要はその、えっ、ー、と、アートとか芸術とか美しいとかではなく、単純に希少性というところだけで考えてください。要は希少性のカードはレアです。 で、人数が多い、いっぱい持ってるものはノーマルですと。ってなると、学校適合者っていうのは基本的にノーマルなんですよ。 で、学校不適合者の方がレアカードである可能性が高いんですけど、ただカードゲームでレアカードはタイミングが合わないと本当に使えないカードがあることが多いんですよ。だからそのこういう条件の元になると発動みたいなので、その条件来なかったら全然意味ねえじゃんってなるので、なので不適合者だけ集めてもしょうがないんですけど、ノーマルを集めてちゃんとある程度デッキが組めてて動いてる状態でうまい具合にレアカードがハマるとめちゃめちゃうまくいくみたいなのがあったりするので、なのでレア カードっっっててて何枚かは持ってたいんですよ会社ってなのでそのでノーマルカードは買いが利くんですよいっぱいあるから,だからこいつやめても全然ノーマルカードっていくらでも入るとただうちのノーマルカードはこうですとでうちのノーマルカードに対してうまく作動するレアカードっていうのは探すのが難しいんですよえっと例えばじゃあそのホストでブサイクが持てることがあるんですよ で、基本的にホストクラブって、イケメンでスタイルが良くて、話が上手い人っていうのが、まあ、上手くいくじゃないですか。で、そればっかり集めてると、その、イケメンだから、きっと騙されるんだろう。で、話も上手いから、なんか騙されそうだから怖いみたいに考える人がいて、でも、うちの店って、 話し下手でブサイクでオタクがいるんですよっていうと、その人だったら怖くないから話をしてみたいって言って、その気持ち悪い見た目のブサイクな人と話をするっていうのにお金を払う人というのも現れたりするんですよ。なので、その、まあ、本来であればその気持ち悪い性格の悪いおっさんとかっていうのは無価値なんですけど、そのイケメン話うまいスタイルを集めた場合には、逆にその気持ち悪いブサイクは希少性という価値を持つんですよ。要はその、 あの、イケメンカードが通じない人にとっては、ブサイクカードが通じることがあるんですよね。っていうので、その、レアさというのが結構大事だよねっていう、そのバントが上手と一緒ね。そうそう。<laughs> っていうのがあるので、なので、その、学、あの、本来であれば、その学、 不適合者の場合は社会不適合者になる確率がやっぱり高いんですけど、そのノーマルカードが割と、いやその50%の人がもう大学生になっちゃってるので、ノーマルカード多すぎる問題になってくると、実はレアカードの方がそこそこうまくいっちゃう場合があるんですよね。っていうのがあって、その、あの、社会不適合者だから成功するという話は僕は一切してません。 ただ昭和とか平成の時代に比べると社会不適合者であるがゆえにうまくいっちゃってる人って結構いるよねっていうのでか最近でいくとあのプロオゴラレイヤーさんとかってもう完全社会不適合者なんですよね。あの おられて食ってますっていう、あの、まあ、ただの小事なんですよ。あの、昭和の時代いっぱいいたんですよ、小事って。あの、要は、あの、お金欲しいですよ、おごってくださいって言ってる、あの、住所不定の人っていうのはものすごいいっぱいいたんですよ。でも今の時代って、あの、住所不定でおごってくださいっていう人が、むしろ数が少ないんですよ。ではあの、ホームレスとか、 喋喋れれない人でですよねれるホームレスでしかもあの風呂入ってるから綺麗で臭くないですよ。要は綺麗で臭くなくて喋れるホームレスっていうになると逆にそれがレアなんでじゃあ話してみたいとか私の話聞いてくださいみたいなので怒ってくれる人がいてでお金を払ってでもおごりたいみたいな人も出てくるっていう。っていうパターンで。 で、あと最近成功例でいくと、あの、ニャルラさんっていうあの、めちゃめちゃオタク趣味大好きな人で、沖縄育ちで、確か匂いがわかんないのかな鼻が効かないとかだった気がするんですけど、で、あの、うつ病とか患らってて、割とそのなんか精神的にいろいろ厳しい時代もあったみたいなんですけど、で、そこのなんか精神的にいろいろ厳しい時代のこととかを含めてゲームを作ったんですよね。 えっと、なんだっけオーバードーズなんちゃらっていうゲームを作ったんですけど、で、そのゲームがスイ元もともとあの Steam で売られていてスイッチでも売られたんですけど、確か全世界で80万本とか生まれたのかなだから割とあの、今大きなメーカーがゲームソフト出しても、そのなんか30万本ぐらいで、大うまく売れたじゃんみたいな話なんですけど、あの割となんか世界で80万本とか売ちゃってたりするんですよ。あ、ニーディーそれです。はい。はい ニーディガールオーバードーズ、それ。はい、なので、割とそのニャルラさんがそのおかしな人生を送ってるっていう体験自体が、まあいろんなお薬も飲んでるので、で、そこら辺のその体験自体が、その彼が作品を作るときにうまくいったっていうのがあって、で、そこのニーディオーバードーズの、ニーディガールオーバードーズの、あの会社の社長が、あの、もともとドワンゴっていう会社の新卒で入った、 あの、斉藤大地っていう社会不適合者なんですけど、僕、まあ一緒に仕事をしてたこともあるんですけど、本当に仕事しないんですよね。あの、ズンビールっていう、あの、そのシューティングゲームを作ってるズンさんっていう人と、僕で、あの、ビールを作って超会議で売るっていう企画があるんですよ。で、それをやる上で、そのビール屋さんのところに行って、打ち合わせをして、どういうビールを作るみたいな話をするっていうのと、あと、それを録画しておいて、その、あの、動画を作って、 使って、あの、プロ、その、超会議のプロモーションをするっていう、まあ、二つの業務があるんですけど、で、斉藤大地さん、新卒で入ったところで使えねえっていうので、どんどん使えないレッティアられて、で、結果としてそのズンビール担当になったんですけど、まずそのズンさんとビール会社の人が打ち合わせをする時に、斉藤君は全く口を挟まないんですよ。何にもしないんですよ。で、何にもしないので、カメラを回すのかと思うきはカメラも回さないんですよ。 だから単にビール会社の打ち合わせにノコノコついてきて、そのビール飲んでゲラゲラ笑って帰るだけなんですよ。で、誰が撮影してるかっていうと、あの、たまたまついてきてるゼクーさんっていう全然関係ない人がカメラ回してるんですよ。で、ゼクーさんがキーキー化して、 あの、ずーさん、このビールどうなんすかねとか、超会議に向けて一言とか、なんか一生懸命、インタビューも回してくれてて、で、なんかあの、斉藤くんは、それ見て、あーゼクーさん、偉いっすね、みたいなこと言ってて、いや、お前の仕事だよ、みたいな。っていうので、結果として、その、あの、同案後やめて、で、あの、仕事も一回独立して失敗して、で、その、ニャルラさんとやったのがうまくいって、今、ボロ儲けしてるみたいなんですけど、 なのでなんかまあその社会でうまくいく人っていうので、まあ、もちろんその勉強もできて人に好かれてうまくいってますっていうあの人もいるんですけどなんかそうじゃないクソ野郎が成功する割合がなんか昔に比べて結構上がってる気がするんですよね。